三段壁の南壁前傾三段壁三段壁は、和歌山県西室郡白浜町三段にある自然系承地。縁月島、千丈時三段壁の名称で、国の名称に指定されている。紀伊半島南部西海岸は、吉野熊の国立公園内、南紀白浜温泉、先の湯の 1.8km 南の海に直立する、長さ 2km、 高さ50メートルから60メートルに及ぶ中上設備の大岩壁で断崖絶壁の名称として知られる。断崖には展望台が設けられており、雄大な南紀の海景を見ることができる。また地下36メートルには海食洞窟が形成されており、断崖上から地中をエレベーターで降りると洞窟内部を観覧できる。 魚の群れを見つけるための監視場があり、これが展示て三段壁と呼ばれるようになったという説が有力である。三段壁にはあまり人目のつかない茂みの中、大きな岩に文字が刻まれた口紅の日がある。1950年6月10日、許されぬ結婚と病区から岩に白浜の海は今日も荒れていると口紅で書き残し生まれ変わって、 一緒になることを誓い合った若い男女が青い海に身を投じた。口紅で書き残された文字は二人の思いが成就するようにと友人が翌年の同じ日に岩に刻み込んだと言われている。二人とその友人の思いには恋愛成就の意が込められていることからかカップルや夫婦で触れるといつまでも一緒に幸せになれるという噂や好きな人と一緒に触れると両思いになれるという噂も ある。近年ではカップルが岩場に座って景色を楽しんでいたり、ウェディング写真を撮影したりと人気のデートスポットになっている。2016年4月には、プロポーズにふさわしいロマンチックな場所として、恋人の聖地に認定されている。また、2016年6月12日に、恋人の聖地認定記念として、ハートのモニュメントが展望台横に設置された。 ハートのモニュメントには、マナカギをつけることができ、マナカギは、周辺の商店にて販売されている。2017年には、第3回恋人の聖地観光交流大賞を受賞。さらに、2019年には、恋人の聖地地域活性化大賞 JTB 賞を受賞するなど、恋人の聖地として高く評価されている。2018年9月に、平成30年台風。 第21号が日本を直撃した後、三段壁上に巨大な岩石が出現したことが確認された。この岩石は2021年に名称が募集され、サドンロックと命名された。上記の口紅の日の小事から、三段壁は自殺死亡者が訪れる場所でもある。現在は自殺対策として、監視カメラの設置、白浜警察署や白浜町、 NPO 法人白浜レスキューネットワーク、白浜庁社会福祉協議会などが連携し、三段兵器、周辺パトロールや自立、構成のための活動が継続的に行われている。ありがとうございます。